すすり泣きの風呂。ちょっとこいつ邪魔、切り捨てる。グレソで悲惨した異性奇跡。では今回はすすり泣きの風呂、ソロプレイやっていきます。入りましょう。あ、ちょっと待って、インプの封印が施されている。少々お待ちください。こんな近くにあったんだ。なんか結構周り探しちゃったんだけど。じゃあ石剣使いましょう。そんなにいっぱい石剣あるわけじゃないけど。なるほど、この紫になってれば入れるってことね。了解しました。さあ行きましょう。ここはザミリュウのフルエイユ。ちょっとロックしよう。まあ例によってまずは様子見。結構重そうな武器を持ってるね。12の3があるか。ガードしつつ間合いを取る。あ、なちょっと待って、痛い。クロストバイトか。これちょっと気をつけないとね。今ガードしててあのダメージ量か。直撃するとそれなりに食らいそうだけど、でも予備モーションがあるんで、あれは見切るってか。あ、これこっちにやっていけば、まあまあまあって思ったら、かするな。ちょっと最初にこっちの聖杯日、少し様子を見つつ、減ったら霊薬の聖杯瓶飲んで、12だな。結構なんか慎重に来る。一発打ち込む。ほら、切る。痛い。一回飲んで間合いを取って、ちょっと聖杯瓶に戻して、これも先手いけんじゃない。ちょっと待って、これを、あ、うわ、この時にさ、もう一気に叩き潰す。で、一回間合いを取る。ダメージ食らっちゃうな、重いから。もう一気に詰める。で、逃げる。いける、これ、詰める。で、逃げる。あ、なんだ。で、詰める。ここのパターンでいこう。ジャンプ攻撃。あれ、待って。ちょっと待って、ドーンってくる。ドーンは来ないね。半分くらいで第2段階か。これは。ちょっと一回逃げよう。なるほど。で、詰めてくるからのドーン。で、おお、早い。強攻撃。おお、危ない。ちょっと一回スタミナを蓄えつつ、ドーン。お、これいけんじゃん。倒せるか。倒した。ザミルのフル英雄。終わりだ。ダーダゴンの刻印。ちょっと戻されるから、例によって戻ってから見よう。ルーンが7700、なんか2レベルくらい上げられそうな気がするな。先にラダゴンの刻印はこれか。能力値が高まるが火ダメが多くなる。なるほど。ちょっと待って、重量上がるのがいいな。今 59.3 から64.1、 生命力、持久、筋力、技量が上がるんだ。え、すごくね。ちょっと待って、どんくらい上がる今。20、17、21。ちょっと待って、1個ずつ見ないと分かんない。あ、これパッパって変えるんだ。23上がる。生命力が3上がって、持久も3ずつ上がるのか。え、これすごくない。36912上がるんだよ。あ、そうか、持久が上がるから必然的に装備重量が上がるのか。え、どれくらい火ダメが多くなるかだよな。ちょっと一回聖杯瓶飲んで、誰でもいいからつっついてみよう。今の状況がこれ。こいつって攻撃してくんの。なんか倒しちゃうとあれだから、外してパンチを。何、意味が分からん。痛い。で、これくらいでしょ。なんだこいつマジで。これくらいが、ちょ、待って、なんか怖いんだけど。ラダゴンで回復して、あ、荒ぶりが終わった。パンチをもう一回。別の攻撃されちゃうと分かんないからな。痛い。
でもまあこんなもん。え、だったらラダゴンよくない？ちょっともう一回飲んで。ブンブンしてほしい。あ、これ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 。いや、わかんねえわ。攻撃が弱すぎてわかんねえわ。ちょっと、ラダゴンでやっていこうかな。これ能力値上がるのでかい。だって生命ちょっと、だって今までさ、これ生命ちょっと上げてたけど、これ全部上がるじゃん。全部っていうか。生命3以上上がるんじゃないの？ちょっと。なんだこいつマジで。めちゃくちゃ荒ぶってんな。まあ、そんなわけで、お疲れ様でした。